ましては、発火層。皆様、子供時代の思い出、心に残った言葉や香り、情景などはありますか？今から演奏する山田千尋さんの思い出は、家の前の空き地で、お母さんと妹さんと3人でお花を摘んで、春には白爪草で花冠を作ったことだそうです。その空き地には家が建ってしまって今はないけれど、幸せな思い出は今でもはっきり思い出されるそうです。それでは発火層をお楽しみください。